ニューゲームバルーンポップ。対戦相手の風船を割って海に落としちゃえ。相手を蹴落としプリンセスを救出しよう。Thank you。福井選手はメガネをかけてですね、目が悪いんですよね。だいぶこう安定感出てきた感じの体型になってきましたね。福井選手、八千選手は全然変わんない感じですね。もう3年前と5年前、いや10年前と大して変わらないっていうね。ちゃんとやはり節制してると思うんですけどね。はい、さあ楽しみな対戦。コック、うん、インナーからだ、インナーからだ。そのインナーで、これ最高クですね、アゲインですね。はい、お、昨日オンライン対戦で福井選手と対戦 してもらいましたと。すごいですね。さあ、そしてこれもまた最高区ではないですね。福井選手先行の、あ、またもやですか、これ。え、いやいや、に YouTube ライブも止まってるよ。ちょっと、いや全部止まってるよ。止まった、このコーク、ここで止まるか。ちょっと大変なことになってんじゃん、このコーク止まる。ということで福井選手先行の501スタート。YouTube 行けてないよ。これ TMT よ、今僕の声は届いてるの、皆様に。つべはつべは多分見れてると思います。僕の声聞こえますか、皆さん大丈夫ですか。予期せぬ TMT、 声大丈夫ですか。はい、まもなくニコ生も復帰するそうです。文字の方は大丈夫ですよね。さあ、そして60に戻る八千選手のこの小気味のいいリズム、いいですね。さあ福井選手、ここ大きく削ってプレッシャーかけたいですね。118だ。さあ104は18からいくのか、20からいくのか。18からですね。で18シングルからのザニアレンジ。
り決めてきました。谷内選手これブレイクですね。そして谷内選手先行のクリケットへと、このブレイクは大きいですね。かなり大きい。谷内選手この今のフォームでもう固めつつあるみたいですね。はい、以前に比べたら小さくユーミング手前でユーミングするようになりましたよね。で肘がちょっと下げ気味ですよね。肘が下げ気味で小さくユーミング、今のところはこのフォームがしっくりきてるんでしょうけど、まあ、谷内選手はもうフォームがコロコロ変わるのでなかなかね、判断するのは難しいので、ただ天才肌なのかフォーム変えてもグリップ変えてもきちっとしたダーツ、大崩れがないっていうんですかね、そういう選手ですよね。手前でだいぶユーミングを取るようになったのが谷内選手ですね。さあ福井選手ブレイクバックといきたいところですよね。この谷内選手のミスに乗じて決めたいですよね。さあ18オープンからの加点オーバーまでですね。さあオーバーから、オーバーからオーバーですね。カットがいけない。さあ谷内選手ここチャンスですね。さあ1投目から来た。さあオーバーからカットに行く、ここを決める、オーバーカット。谷内選手乗ってきましたね。ここはオープンだけか。これで谷内選手が一気にチャンスを広げます。ビッグラウンド、この辺の修正能力やはり調子がいい証拠ですね。1投目からの2投目きちっとトリプルに絡めてくるところはやはり修正能力がありますね。調子がいい証拠なんでしょう。オーバーまでですね。さあエリアが2つなので18をチョイス。さあオーバーからのカットいきますね。この後ですねダブルカット、まあ、きっちりとダブルカット、今ちょっと右斜め上だったので矢がかぶりやすいので谷内選手よく使いますよね、ダブルでカットっていうの。さあそしてここで福井選手も負けじと決めてくる。さあオープンからの強気、
狙いに来てますね。さあここ難しい局面ですね。インナーからのナイスバッツ、すごいですね。ナイスゲームです。ビッグラウンド言いましたよね。毎回こんなパターンが続くのも良くないと思いますけどね。言いましたね。いやそれだけね、いいダーツしてるんですよ福井選手が。ビッグラウンドをも凌駕する福井和樹、恐るべし。クリケットうまいな福井選手。クリケット01がちょっと弱いイメージあるんですよね僕の中で。クリケットやっぱすごいな。ここでカット先ですね。はい、やはりちょっと上目につけたっていうのがあってですね。でも八千選手今狙ったところ入る感じですね。本当に調子いいんでしょうね。ビッグラウンド、グッドゲーム。なんと恐るべし、すごい試合ですね。9-4連発、そしてカットに行く。ここがホワイトホース、9-5連発、なかなか見れないグッドゲーム。この福井選手のこの合い出した時の感じですよね。本当にナイスゲームです。すんごいですねこの2人のゲームは。さあいつの間にやらこれで福井選手が王手をかけてからの、ゼロワンへと打つ。この試合録画しておいて、録画はしてますので、はい、見れると思いますよ。 7.7 と 6.5 というですね、驚異的なゲーム。最近アーカイブ少ないんじゃないですか。アーカイブ全部上げてますよね。上げてますよね、パーフェクトページの方に。一部、いやでもね、僕言いましたよ、皆さんのそういう意見があったので。八千選手ここ重要な50、死んでもキープしたしないといけないゲームですね。福井選手のね、この柔らかいフォロースルー、本当に素晴らしいですね。誰がね、この2人を止めるのかっていつもこう好ゲームの時は思うんですけどね、やはりこの優勝するためにはほぼ全試合相手につけ込む隙を与えないと
やらないと優勝まではいけない、優勝はできないというね、本当にすごいハイレベルなパーフェクトとなってきましたけどね。やはりプレッシャーがかかればですね、今みたいなミスも増えてきますよね。さあここ福井選手大事な局面ですね。今のはミスですよね、ミスですね。この辺ですよね、福井選手があれどうしたのっていうことがありますよね。エアポケットに入るみたいですね、ポツンポツンとあるので、そこがちょっと心配ですね。さあここできっちりアレンジまで持ってきました。さあいやー状態ですね、きちっと要所要所締めてきます。さあそしてコークですね、お互いブレイクが一つずつで、ワンブレイクワンブレイクでのファイブブレイクでのコークとなります。大事な大事なコーク、集中力が肝心。今日パーフェクトショー出てないですよね。出てます？出てないですね。TV YouTube の PC の音量下げてってなんか言われてるけど、何？PC 俺の音って消してますよ、 PC の消してますよ、ちょっと、はい、消えてます。インナーですね。あ、西谷ジョージナインダーツフェイスブックで載ってます。西谷選手載ってますね。ナインダーツして優勝すれば本物ですけど、さあどうなる。さあ50チョイスなんですね。あえてここで50どうなんでしょう。カモン。投げた後にカモンってどうなんでしょうね。あれこれはなんででしょうね。これあの自分も不安になるんですけど、相手もいけると思ってしまうダーツをしちゃダメなんですよね。一投でもそれがあったら相手に勢いづかせるですよね。だから本当にもったいないですよね。福井選手の今のその12に行ったのは本当に大いなる失投ですよね。もったいないです。これですよね。これを八千選手見るとなんか自信ないのかなとか、悪いのかな、調子悪いのかな、じゃあ大丈夫だと思った瞬間にダーツっていうのは明暗が分かれますからね。もう一回19ですね。ナイスアレンジです。なんでそのクリケットであれだけいいクリケットをしてた福井選手が01をチョイスしたのかっていうのは謎ですよね。はい、
これ本当もったいなかったですね。うん、ちょっと不可解な、ゼロワンチョイスでしたよね。はい、やはり、ゼロワンよりも僕はクリケットの方をチョイスする方が、チャンスはある、チャンスは大いにあると思うんですよね。はい、よほど相手の20が合ってないという状況であれば話は別ですけど、うん、ちょっと不可解な01チョイスでしたね。ニューネームチアーズ、上級者から初心者まで一緒に楽しめるゲームが登場。ランダムに選択されるミニゲームで盛り上がろう。